マルコに助けられ青キジの攻撃を逃れたルフィだが、満身創痍のルフィの前に今度は大将キザルが立ちふさがる。度胸だけじゃねえ、麦わらのルフィ、力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。なっ、ガトリング、いいよ、やったぞ。何、ちょこっち、困ったね。おお、白ひげの采配にも焼きが回ったね。おめえともあろう男がそんな無謀なだけのゴミくずに先陣を切らすとはね。それ見たことか。だから言わんこふっちゃなすべる。息はあんの、麦わらボーイ。岩ちゃん、こいつはもう十分やった。手当てを。時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカ好きだぜ。一人で三大将に戦いを挑んだが、ルフィは力及ばず敗れる。立ち上がれないほど消耗したルフィ、しかしまだエース救出を諦めてはいなかった。ルフィはイワンコフに一つの頼み事をする。イワちゃん、最後の頼み聞いてくれ。やるだけやって死ぬならいい。戦わせてくれ、岩ちゃん。今戦えなくて、もしエースを救えなかったら、俺は後で死にたくなる。今戦う力を俺にくれ。だからバタアシはバナータに死なれちゃう。ドラゴンに合わせる顔面がねえっつってんのに、このバキャベルめ。わかったわよ、勝手にしやがれ。ルフィ